ルイーゼ・クリューガーはドイツの陸上競技選手である。彼女は1936年に開催されたベルリンオリンピックの女子やり投げで銀メダルを獲得した。クリューガーは自国で開催されたベルリンオリンピックの女子やり投げドイツ代表として出場した。やり投げ競技は8月2日に予選なしの決勝のみで行われ10の国から参加した14人の選手たちがメダルを 争った。選手たちはまず3回の投敵を行い、上位の6人のみがさらに3回投敵を行った。クリューガーは3投目で43メートル29センチの投敵を成功させて2位につけ、4投目以降に進んだ。4投目以降の投敵では3投目の距離を上回ることはできなかったが、同じくドイツ代表で、 当時のオリンピック記録を更新する45メートル18センチを投げたティリー・フライシャーに続いて銀メダル獲得を果たした。クリューガーはこのオリンピックを記録したレニリーフェンシュタールの映画オリンピアにも登場した。その他の主要な競技会では1938年に開催されたヨーロッパ陸上競技選手権大会の女子やり投げで銅メダルを獲得したのをはじめ、 1934年のドイツ国内選手権の女子アリナゲでも優勝している。その後2001年にドレスデンで死去した。アスレチックスアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、ウィメンズジャベリンスローフィナールラウンド2011年8月5日、閲覧。アスレチックスアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、ウィメンズジャベリンスロー2011年8月5日、閲覧。 ルイーゼ・クルーガー &IMDB2011 年8月5日、閲覧。エウロペアンチャンピオンシップス2011年8月5日、閲覧。ライタスリーティック、ドイチマイスターシャフト2011年8月5日、閲覧。ありがとうございます。